何かを模倣しし具象化したもの一般的には三次元の造形物を指すが、コンピュータを用いて作成した三次元データを指す場合もある。いずれにせよ、模型の方が都合がいい場合に作られるものである。また、自然科学の分野では、原子模型や標準模型等のように自然界の構造を模式化し、説明するためのモデルの訳語として、 模型が使用される場合がある。これに関してはモデルを参照のこと。模型を用いて具象化する何かは具体的なものから抽象的なものまで非常に広範囲にわたる。ある事象の理解を導くために作られる模造品たる模型であるが、その何かの表現力が非常に優れていて、他人の感情に訴えかけるものができた場合は芸術品に分類されることもある。 芸術品の多くは大量生産されないことが前提であるが、ポップアートと呼ばれる近代芸術の発展に伴いその境界は曖昧になりつつある。彫刻や長祖が模型と呼ばれないのは、その制作技法や制作過程の違いと伝統的な分類による面もあるが、最も大きい理由はこれらを作る目的が、自らの芸術性の発露としてのオリジナルの作品を作ることにあり、 現物の模倣たる模型と乖離しているからである。模型を作る目的は、まず現物を使用する場合と比較して都合がいいという点に応うが、さらに大きく分けて3つある。第一は、現物を解体するわけにはいかない場合に模型を作ることで模したものの存在や構造、あり方、概念などを理解しやすくするためである。この目的で作られたものは、内部構造や、 動作の再現も求められ、正確な複製が必要とされる。第二に現物を所有することが困難な場合、模したものを所有することによって、何かの代償とするためである。この目的で作られたものには、正確さと同時に、外観の美しさや価格が重要となる。第三は、現物が手元に置けない、あるいはまだ存在しない場合、現実にあるものを模して、その代用としたり、 これから作ろうとするものの形状や機能などを事前に確認するためである。模するものを縮尺に基づいて忠実に縮小または拡大して作られた模型はスケールモデルと呼ばれる。実物と同じ大きさで作られた模型はレプリカとも呼ばれる。また意図的に各部のバランスを変えたり、一部を誇張したりして作られた模型はデフォルメモデルと呼ばれる。主に理解のための模型であり、 教育、研究の現場や博物館の展示などで作成、使用される場合が多い。研究に活用される場合は、模することが目的であり完成した模型は本来は副産物と言える。コストも高く商業的な活用は難しいことが多い。しかし模した結果、モデルそのものが商品価値を持った例もある。著名なものにはルービックキューブが挙げられる。 また教材や研究用として近年 3DCG を活用したものも多く見られる。所有することで精神的に安心をもたらす場合、これらは片代とも呼ばれる。多くはその持ち主の希望や罪の償いなどの抽象的な意志を具現化するものであり、汚れや災悪から身を守ると信じられる。また人形には元々の目的が人間の代用であったものも少なくない。 例えば古代の墳墓に服装されている人形には、殉死者の身代わりに、権力者の死での友をさせる目的のものがある。な人形も本来は払い信心の人形であったと言われる。多くは信仰用として必要とされる。抽象的なイメージよりも、具体的な何かがあった方が理解しやすいためである。しかしそれは想像力の固定化を招くと同時に、 神聖なものを非近なものに貶める行為として忌避する宗教も多い。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教では偶像崇拝を禁止しており、特にイスラム圏では厳格に戒律が守られている。これらは製品と同サイズで作られることが基本であるが、製品のサイズや用途によっては縮小したものや拡大したものが作られる場合もある。工作の容易な木材や、 ケミカルウッド等で作られる場合が多いが、粘土や金属が使用される場合もある。近年では、デジタルモックアップと称して3次元カナダドルデータで、モックアップの機能の多くを代行させたり、カナダドルデータを光効果化樹脂等で3次元出力したものを木型として使用する場合もある。原型の素材は様々であり、作成には高度な知識、技術、経験が要求される。 メガタの製作時及び製品の成形時の収縮等により、原型と製品のサイズが微妙に異なることも多く、原型製作時にはその点も考慮する必要がある。原型の素材及び反転の方法によっては、メガタ製作時に原型が失われる場合もある。所有することが目的となる模型に関しては多くは、収集を趣味とするコレクターの存在により、 商業として成立している。また、玩具には実物の存在しないものが多い。著作権やオリジナリティの概念が発達した近年では、誰も見たことがないものを生み出すことが、より商売上の問題を解決しやすいためである。美術用語ではマーケット、またはボッセェットなどと呼ばれる。一部の彫刻コンクールではマーケットによる一次審査の通過者のみが実作品による二次審査に進む。 趣味としての模型は大きく三つに分類できる。模型飛行機これらの模型には実在するものを模したものと想像上のものを模したものがある。実在するものを忠実に縮小して作られたものは特にスケールモデルという。反対に実物が存在しないものはキャラクターモデルと呼ばれることがある。ただし、例えばガンプラのようにスケールが厳格に定められた。 キャラクターモデルは多数存在する。趣味としての模型には、完成品の状態で販売されるものと、部品の状態で販売され、購入者が自ら、組み立てや塗装を行うものとがある。1990年代後半以降、かつては、プラモデルや、ガレージキットなどの組み立て式模型が主だった分野でも、完成品模型や、塗装済みキットの発売が増えている。ありがとうございます。